こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日はですね、手足などの末端冷え症の根本的な改善方法を、皆さんにお伝えしようかなと思います。もうこの冬の時期とか手足が冷えてとか、ましてもっと言うとね、夏の時期も手足が冷えてる方いますね。そういった方っていうのは、皆さん手足を温めがちなんですが、そうではないんですね。実はもっと大切なところを温めることによって、根本解決してくるっていうところがありますので、ぜひ気になる方は最後までご覧いただければと思います。それでは、行きましょう。はい、それでは末端冷え症の根本解決なんですが、結論から申し上げると、ズバリこれは、お腹を温める。もっと言うと内臓を温めるということなんですね。そもそもの人間の体の仕組みも交えてちょっとご説明させていただければなと思います。まずですね、人間っていうのは生きていく上で絶対に重要なところから守っていくっていうような仕組みがあるんですね。なので、その仕組みからすると大事なところに血液を集中させて、そこを治そうとしたりとか、機能をアップさせたりとか、っていう風な仕組みになってるんです。つまり、どういうことかっていうと、末端冷え症の人は、末端が冷えて血液があんまりいってない。つまり、他にもっと血液を補わなければいけない場所があるから、末端手足には血液がいってないよねっていう、そういうからくりなんですよね。なので、そのもっと大事なところってどこなのっていうと、内臓なんです。人間って内臓が機能が壊れたりとかなくなってしまう、内臓が壊死してしまうとそのまま死に直結してしまうと思います。一方手足とかってもちろんなくなることによって生活の質とかそういったものは著しく下がってくるんですが、死にそのまま直結するっていうわけではないんですね。なので手足に血液を送るよりも今内臓が弱っているからそっちに回さなきゃっていうところで手足に血液が行かずに冷えてしまうんですね。なので我々は何をすればいいかというと、いくら手足を温めてもそれは根本解決にならないんですね。もちろん寒い時にはね、やっていただいて全然構わないんですが、それよりももっと根本解決したいよということであれば、ぜひですね、お腹を温めてほしいんです。で、実際にお腹に冷え感を感じている、自覚している方は、もうすでに腹巻きをやったりとか、お腹温めるっていう習慣があると思うんですが、実はお腹の冷え感を自覚していない人って結構多いんですね。その自覚していない方も、お腹を温めていただくことによって、自動的にお腹の機能が上がって、あ、もうお腹機能上がってきた、良くなってきたからお腹に血液そこまで送んなくていいよね。じゃあ手足に送ろうという形で根本解決していくんですね。なので、いつも手足が冷えてしょうがないよっていう方は、実は手足自体に問題があるのではなく、内臓の方に問題があることがかなり多いんです。ですのでお腹を温めてほしいんですね。使うものとしては何でも結構です。蒸しタオルとかそういったものでもいいですし、まあ外出中であれば北海道でいいと思います。で、家にいる時とか、そういった時には蒸しタオルでお腹温めたりとか、あとは僕が好きなのはいつもこのチャンネルで紹介してますが、小豆の力ですね。この小豆の力です。これもですね、今これは目のやつなんですけど、お腹用のやつもね売ってますので、お腹用のやつなんかハートマークのちょっと大きいやつ、可愛いんですけど、それを電子レンジでチンしてお腹に置いていただく。そして内臓の機能を高めていく。そうすることによって、どん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 手足の方にもね、血液を供給されてきますので、ぜひ冷え症をね、根本解決したいなっていう方は、お腹を温めていただくのがベストになってきます。はい。こんな感じでですね、まあ、耳鼻科に関する情報とそれに伴う、皆さん役立つ情報をこのチャンネルでは、発信しております。少しでも役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンと、チャンネル登録していただきますと、非常に動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。